ゼヌシオンはカンブリア紀に生息したハーシ動物の一族。ドイツのカンブリア紀の地層コルマースンサンドストームから発見されるゼンジアンオーアスワローデイという一種の化石のみによって知られている。ゼヌシオンはそれぞれ体の前端と後端のみを保存した二つの化石標本のみによって知られ、いずれも付属子や配側の付属体などの構造の参上は完全でない。そのため、 性格の大切数や一部の特徴は不確実である。大型のハーシ動物であり、前述のような不完全な化石だけでも1 0トル前後ほど長く、全長はおそらく2 0トルほどに及ぶと推測される。頭部は環状で関係の筋に分かれ、円筒状の長い糞と思われる構造があるが、口など詳細の構造は不明。頭部は縦長く、 背足は棘を持つと思われる左右二列のコブがあり十数対以上の足を両腹側に配置される。刃足はやや頑丈で一連の環状の筋に分かれ後円部は一連の棘を持つ。背足のコブと両腹側の刃足の数は対応しており大切を示す。各大切の背足の境目は数本の筋に分かれるが側面は平滑であったと考えられる。 大切は前後ほど幅狭くなり、配側のコブの場合、その向きは前端ほど配側から側面へと向かうようになる。ゼヌシオンは海底を徘徊する低生性動物であったと考えられる。半死の棘は頑丈な惨状によりエラとして考えられ、憎く後ろに向かうのも捕食に向いている特徴ではない。そのため、ゼヌシオンの半死の棘は配側の棘と同様、 自衛に用いられたと考えられる。もしゼヌシオンは体を丸めると、これらの棘はやや外側へ向かうようになり、ハリネズミのように防衛の役を果たせると思われる。20世紀の多くの研究は、ゼヌシオンを原始的な憂鬱動物、もしくは原始的な大切動物であると考えていた。加えて、ゼヌシオンをハーシ動物でなく、エディアカラ生物群のような養生の固着生物と、 見なす研究もあった。しかしかつてあり爪動物らしいと思われた多くのハーシュ動物の特徴は、反節足動物の祖先形質に過ぎないと、後にわかり、関係動物は、反節足動物に類縁でない別系統だと、判明し、ハーシュ動物的形質もそれ以降の研究に示されて、おり、前述の説は支持されなくなっていた。十一世紀では、多くのハーシ動物と、 同様、ゼルシオンの系統的位置は、不確実で、ユウツメ動物のステムグループに属し、節足動物のステムグループに属し、ハドラナックスの姉妹群、ディアニアの姉妹群、基盤的な反節足動物など、様々な解析結果が与えられる。ABO、チャン、メイヤー、ゲオルク、A、 キャンブリアン・アンハーマード・ローボ・ポディアンレニサン・ブヤラトリックス・ハンボール・ティ・ジェン・ ESP、ノベンバーコンペアード・ウィズ・ニュー・マテリアル・オブ・ジアニア・キャクタ・フォーミスサイエンティフィック・リポーツ8-10ドイ 10.1038S41598 から018から31499 y イシュン2045から 2322https コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュアーティクルズスラッシュ s41598-018-31499-yabcd カズイックジェルジアクルンビーグルキュンターザオルディストアニコファーンゼンジアンエイリンクコネクティングファイラリーサー22 169181ドイ10.1111 J1502 から3931.1989 t b 0 1 6 7 9 X イシュン1502から3931 HTTP www.paleo.pan.pl people DZIK publications XENUSION.pdf マクマナマン、マークエイエース、ザ・ガーデン・オブ・エディア・サラ。ベイローズ1、178、ドイ、10.2307。 351万 4512https コロンスラッシュスラッシュ p u b s g o s c i e n c e w o r l d o r g スラッシュ PALAIOS スラッシュアーティクルスラッシュ1スラッシュ2スラッシュ178-182スラッシュ99536エッジコムグレゴリー D ペイリアンタロジクルアントモレキュラーエピデンスリンキングアーサラパツ アニコファンス、アンドアザーエクティセソア。エボリューション、エデュケーションアウトリーチに、178190、ドイ、10.1007。 s1205200901183、s s 一瞬1936から 6434?https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1007スラッシュ s 1 2 0 5 2 0 0 9 0ッ1 8 3オルテガハーナンデス、ハビエル、ローボポデンス、カレントバイオロジー25 R873R875 ドイ10.1016 jacob2015.07-028、いしゅん0960から9822、百四十三万九千三百五十 https コロンスラッシュスラッシュ www.cell.com スラッシュ current-biolog は、スラッシュアブストラクトスラッシュ s 0 9 6 0零8 2 2 0 0 8 3 1 3 スミス、マーチンアール・オルテガ・ハーナンデス、ハビエル、ハルシジェニア・エス・アニコ・ァーン、ライク・クローズ・ザ・ケース・フォー・タクター・ポダ。ネーチャー514、363、366、ドイ、10.1038。 ネイチャー一万三千13576、一瞬零零二八から零八三六 h t t p ススララッッシシュュド r a ドアドット a c ドット u k スラッシュ一九一零八スラッシュ一スラッシュ一九一零八と、と、pdf、スミス、マーチン・アール、キャロン、ジーン、ベルナール、ハルウシ・ジェニーヤ、エス・ヘッド・アンド・ザ・フェリンジェル・アーマチュア・オブ・アリー、イク・ディセズンス。ネイチャー五百二十三 7578ドイ、10.1038ネイチャー14573ュン1476から 4687https www.nature.com スラッシュアーティクルズスラッシュ NATURE145773AB キャロンジーンベルナールアリアセドリックキャンブリアンサスペンション フィーディング・ローボ・ポディス・アンド・ザ・ーリー・ラジエーション・オブ・パナーサ・ラ・パズ。BMC エボリューショナリー・バイオロジー。十七、二十九、ドイ、十点一一八六、S 一万二千八百六十二から、ゼロ一六のゼロ八五八、Y 一瞬千四百七十一から二千百四十八、PMC。 pmc 5282736プミド 28137244https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1186スラッシュ s12862 ッシュ016タッシュ0858タッシュ y ハワードリチャード J4 シャングアングエッジコムグレゴリー D ソルヘトビアスシシュジェウメイマ、ま シャイア、エイチューブ、ドウェリングアーリーキャンブリアンドオーボポディアン。カレントバイオロジー0、ドイ、10.1016、J 株、2020.01。 075、ュン0960から9822、プミド3210万9391、https コロンスラッシュスラッシュ www.cell.com スラッシュ CURRENT-BIOLOG は、スラッシュアブストラクトスラッシュ S0960-98223019-6。ダズイク。 ジェルジア、ザゼヌージアンツー、ポジョマロ・コリディト・トランジション・ウィズ・イン・ザ・ロー・ボブ・ポディンス。バラティー・ノ・デラ・ソチター・ペイリアンタ・ロジェカ・イタリアーナ50、50,65から74。ありがとうございます。